はい、ドラキーです。 KOF98 アルティメットオンライン実況やっていきます。今回もね、頂上決戦やっていきましょうか。今日残り1回なんでね、今のところね、今日全勝してるんですよ。5連勝で、ランキングとサーバーですけども良い勝率が、26勝9敗ですねって感じでやっていきます。モードは8問モードですね。じゃあ行きましょう。あ、今適当に押したから後手なるわ。やってもたな、気合い入れへんかったから。あー、ほら長い、これ後手や。ふん、あー、ほらウルフさん、お、これもう鉄板で前ですね。攻撃下げがね、非常に強いんで、旧門のクリスもね、復活打ってほしいんですけど、やっぱ前かなっていうとこ。向こう先行ですね。どうしようかな、せーの、クーラーいきます。正直どっちも一長一短ですね。一長一短、使い方間違ってるけど、どっちも強いですね。これはもう完全にパオですね。復活かけに行きたいんで。あ、でもね、ザキヤマもね、すごい硬いんですよね。八門モードだと確かスキルで防御力上がるんですよ。これも覚醒ですね。ただゲニのね、闇洞窟風神武器ですね、単体に来るんですよね。暴走オロチ、ケダッシュ、ゲニ、暴走オロチ、ケダッシュ、ゲニ、暴走オロチ、ケダッシュ、ゲニ、暴走オロチ、ケダッシュ、ゲニですね。これ覚えとかないとね、やられちゃうんですよ。口に出してちょっと覚えてるっていうところですね。まあ、やかな。覚醒、パオはね、できれば復活するキャラを選びたいんで、マルガール出しましょうか。ヘビ、シコンも、シコンが組めない、クマがいない。後手なんでね、ちょっとやばい、喋ってるとね、本当に遅れちゃうんですよね。お、向こう攻撃型3人だぞ。やめて、暴走スキルは。おし、あら、これはルガールのね、 S マックス強いんですよ。一撃で倒せる可能性もありますね、こういう方だと。これね、まあ、ほんとちょっとのことなんですけど、アンディの残影剣は貫通率上げるんですよ。だから本来スキルっていうのは最後に出さなあかんけど、アンディの場合に限り最初に出すっていう、あれね、ダメージを求めるならばって話です。ヘビーで強いですね。今クリティカルで結構減らしましたね。ドリル、ドリル、これはドスの方に変わるのかな。S マックスだとね、このドスの方に変わるんですね。これいいですよ、ルガールが。ルガールがいい感じで今体力半分で、いいとこにいますね。でこれほとんど全回復できるぐらい回復しますね。で超レッパ団の、そうですね、超レッパ団でめまいがね入るかなって。はい、よいしょ、あ、いきますよ。 かっこいいですよ、これ。本当になかなか見れないんでね、僕も見たいんですよ、これを。強い、強いし、かっこいい。ゲニは死にましたね。やったった。誰がいた、オロチとケイダッシュか。そうですね、オロチケイダッシュですね。UR はサイレントフラッシュ、沈黙は入りますよね、さすがに 60% ですからね。 S マックスガードした、ナイス。暴走はまだ溜まってなさそう。溜まってる。あれ、なんて読むんですかね、リンネって読むんですか、暴走。よくわからない。あ、今なんかルガールの効果で怒り下げ入りましたね。うわー、ちょっと切り札の覚醒を、そんなことする。でもね、これね、逆に言うとありがたいんですよ。なんでかというと、パオを覚醒レオナにかけれるから、復活してほしいキャラって覚醒レオナなんですね。でギースのアシュラなんとか、まあまあパオからいきますね。これ噂によるとナイトメアギースの必殺技らしいですね。でこれね、覚醒レオナで、クリスを倒したいんですね、ゲージ貯めるために。ってことはこうかな、
で、攻撃型に技術強いんで暴走位置を縛りときます。最終ってことは残りは K ダッシュオロチですね。ギス踏ん張れ。おー来ましたね。ギス踏ん張れ。硬い硬い。さすがこれね来ましたよ。あの覚醒レオナの S マックスは V スラッシャー、リボルスパークでとどめを刺すと V スラッシャーが使えるんですよ。でヘビー D で、最初しばくでしょ、まあ、死んでもいいんですけど、どうしてもいいんですけど、まあ、死なないとしてもリボルスパークのでさらにゲージが1000回復、これをキングですね。死んでくれたらありがたいんですけどね、さすがに死なない。まあこれは暴走殺しておきます。で、K ダッシュオロチ、まあ、ギースなら耐えるでしょうね。耐えるね。おほー今なんか回復した。こんなね、パオの効果ですね。パオが多分死んだ時に、HP 回復するのかな。ちょっと詳しくわからないですけど、ギースだけが回復したように見えたけど、うん、これはおそらく勝てる。ね、ちょっとのことですけどね、これクーラーを前にした方が生き延びやすいっていうのも盾があるから、まあ、単純な理由ですね。凍って、あとはオロチの運ゲーされへんかったらいけるんですけどね。あの復活の運ゲーやめてくれ。運ゲーはやめて。はい来ました。これです。まあそれでも勝ったでしょう。犬神、大神ですかね。はい、こんな感じでなんとか勝ちましたね。はい、今日1日、今日全て勝ちましたね。ありがたいです。個人ランキングも今サーバー、1位になりました。27勝、9敗ですね。はい、受け取り。はい、って感じで頂上決戦ですね、どんどん動画上げていきますので、今後も、気に入ってくれた方はチャンネル登録の方ですね、よろしくお願いします。今回この辺りで、失礼します。ご視聴ありがとうございました。